オブワンディアグの当時の肖像は残っていない。この絵は19世紀の画家ジョン・ミックス・スタンリーによって描かれたものオブワンディアグはカナダとアメリカ合衆国に厳重するオタワ族インディアンの宗長。ポンティアクの戦争でイギリス人入植者に対する反乱に関わったことで知られる。フレンチインディアン戦争にも関与したと言われている。オブワンディアグは1720年に 現在のデトロイト側周辺にあった村で、オタワ族の父とチペワ族の母との間で生まれたと、される。英名、ポンティアックは、19世紀に、イギリス人が彼のことを、ボンディアックと呼んでいたものが、ポンティアックと変化したものである。オブワンディアグラ・オタワ族は、17世紀から18世紀に、かけ、フランス人商人と交易していた。オタワ族の有力な長で、彼は、 オタワ族、ポタワトミ族、オジブワ族部族同盟の結成に関わった。1689年から1763年までのフレンチ・インディアン戦争では、オタワ族の戦士は、フランス側について戦うが、フランスはイギリスに敗北。フランスの城塞をイギリスが引き継いだ。イギリスの北、アメリカ総司令官となったジェフリー・アマースとの命令で、イギリス軍が城塞でトロイトを占め、 イギリスは、五代この地域の周りで、他の城塞を所有した。アマーストライギリス人はインディアンに対して軽蔑的で、彼らの交易を制限し、部族を怒らせていた。1762年、オブワンディアグラのオタワ族は、すべてのイギリス入植者を追い払おうと選手団が、決起した。イギリスはこの行為を、オブワンディアグの陰謀だとみなしていた。オブワンディアグの考えは、 イギリスの砦を排除して、インディアンの土地からイギリス人入植者を追い出し、フランスとの友好的な関係を復活させることだというのである。白人はオブワンディアグをこのように部族を先導した指導者だと考えていたが、インディアンの社会は合議制が基本であり、州長は朝廷役であって、主張や指導者ではない。実際にはインディアンの州長にそのような権限はない オタワ族はデトロイト城塞を占領し、暴動を始めることを計画した。しかし1762年5月7日、デトロイト城塞の占領計画はイギリス軍に察知されてしまい、オタワ族はこれを諦めた。オブワンディアグたちは、包囲をデトロイトに置き、戦士団で城塞を囲み、供給や補強を妨げた。7月31日にイギリス軍との回戦でオブワンディアグたちは、 勝利したが、砦を落とすことはできず退いた。他の地域の部族は、イギリス軍の砦を攻撃し、12の城塞の八つを、陥落させた。1764年に、オタワ族は降伏し、1766年7月23日と25日に、オンタリオ城塞で和平条約を結んだ。しかし、和平条約を結んでから3年後の4月20日に、 オブワンディアグはピオリア族によって殺害されてしまう。オタワ族はオブワンディアグを殺したピオリア族に復讐するためにピオリア族を攻撃している。ミシガン州にポンティアック市があるほか、デトロイトにある自動車メーカー、ゼネラルモーターズが製造、販売していた乗用車のブランドの一つ、ポンティアックなどは彼の名にちなんでいる。ありがとうございます。